Yeah.俺たち、ポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。もう、この村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない。など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。裏の者に聞き込みをしてみよう。裏はもうおしまいなんだ。
滅びるんだ、みんな滅びるんだ。恐ろしい。もうお前たちもいつか。ダリア出る前にはちゃんと道具類を揃えることをおすすめ。また買いに来てください。いらっしゃい。今日も。また買いに来ておくれ。お庭をお花で埋めてみるのはいかがかしら。綺麗な花を。いらっしゃい。新前通り。手紙？知らないな。もう閉じこもっているのはやめにしたんだ。手紙を出した人？聞いたことないね。手紙？そんなのは知らないよ。手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか。ないよな。どっちなのだ。ところであんたはカイネさんの友達かい。そうだな。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって。しかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅、全滅。シロ。分かっておる、魔物だ。罠か。見ろ、我の危惧した通りだ。魔物に乗っ取られていたのか。油断するな、他にもいるはずだぞ。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。Thank you.
置いて逃げられるわけないじゃないか。カイネ、そいつらは。女の方は魔物だ、騙されるな。姉さん、姉さん、お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の優しい姉さんだ。こちらで村人が襲われておるぞ。誰が人間だ。カイネ、起きてくれ。目を覚ませ。エミール、カイネを頼んだ。俺はあっちを片付ける。わかりました。あの黒い渦は一体。
あんなのまで魔物だというのか。村人たちは巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。球体の中心から何かを感じるぞ。大した魔物の力、これ式の魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。あの目の中心から魔力を感じるぞ。奴らはもはや魔物なのだ。周囲の触手は魔法を弾くようだな。倒したところで本体を倒すことはできぬぞ。今だ。奴の中心に魔力を集中させよ。詰まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。お願いします。ここはエミールに任せて、奴の後ろに回り込むぞ。
からでは狙え。もっと近づくのだ。下からでは狙え。もっと近づくのだ。下からでは狙えん。まだですか。下からでは狙えん。もっと近づくのだ。では狙え。もっと近づくのだ。奴の目を狙え。奴は奥に逃げたぞ。少し休んだらそちらに向かいます。わかった。エミール、あまり無理をする。まだ動けるのか。合体した奴の生命力は侮れるということだ。
おい、もうやめろ、エミール。エミール。いいな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。エミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。これで全部だ。魔王のところに、ヨナのところに行けるのか。しかり絶対に取り戻してみせる。話を聞くのだ。それにしてもこうも都合よく鍵が集まるとはな。まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし罠だとしても
そこにヨナがいるのなら俺は行く。そうか。行くのか。村は噂で持ちきりよ。あなたがヨナちゃんを取り戻しに行くって本当に行ってしまうのね。必ずヨナを連れて戻ってきます。あの、何？なんでもない。ポポルは心配性だからな。じゃあ気をつけて。くれぐれも気をつけてね。ありがとう。気をつけてな。いや、船に乗るかい？もういいのか？必ず戻ってきましょうね。行こう。Thank you.
Thank you.